ティブログです。履歴書書くのめんどくさい。こんばんは、ネイティブログです。ということで、めっちゃ履歴書書くのがめんどくさい、同時にできない。はい、ということで皆さんこんばんは、プリンティブログですけども、本日はですね、アルバイトをすることにまして、僕履歴書をちょっと書こうと思ったんですけども、こちら以前のものがあったんですけども、まずこれを例えば書き写してとかってめちゃくちゃめんどくさいし、このままだと日付もダメだし、志望動機とかも書いちゃってあるし、このまま使えないので、また書き写すとかってなるとすげえめんどくさいんですよね。ってなって、ちょっと携帯でアプリでも作れんだろうと思っても、書くより打つ方が早いんですから、作れるだろうと思って調べたらめっちゃいいものがありました。こちらレジュメというアプリなんですけども、こちらまず開きます。で、これちょっとですね、さっき僕作ってみたんですけども、まずこの新規作成から履歴書、職務経歴書とか選べますね。で、これはさっき作ったのをコピーすることもできます。で、履歴書を選びます。で、まずこっから履歴書名、作成日、これは日付ですね。履歴書の上に載る。まあ、ちょっと試しに作っていきましょう。じゃあ今日の日付にします。証明写真ですね。こちらはカメラロールから選択できますね。僕ですね、たまたま証明写真の機械でこの携帯に送るってサービスがあったんで、ちょっと突っ込みたいとか分かるんですけど、待ってくださいね。これを僕使います。写真を使用で、ここに写真が貼り付けられると。で、あとはですね、姓名と打っていきます。で、基本情報とかももうここで選択できます。打つより絶対に早いから、これ、うん、で、ここで日付、で、生年月日、僕の場合は1990-2日、これで誕生日、性別、メールアドレスとかも、もうこんなのも絶対もう、ね、もう別にね、固定番号ちょっと打たないけど、で、郵便番号をね、これも住所で自動検索してくれますから、本当にこれ打ちませんけど、で、例えばですね、400-06、山梨県南アルプス市東海地方、かなり詳しいところまで出てきますから。で、あと学歴とかですね、職歴ですね、大事な部分。すげえ便利な機能があったんですよ。例えば最終学歴を打ちます。これ最終学歴、僕の場合は高校の、3年を卒業した。自動入力を押す、この学歴自動入力を押すと、このさっき言った生年月日と、この最終学歴をもとに、このめんどくさいじゃないですか、結構小学校入学とか、まあ、小学校入学はいらないけど、中学校入学が平成何年とか全部勝手に出てきます。で、あとはこれが、これはですね、名前変えればいいだけです。これ例えばこうですね、入学保存すると、でプレンティ中学校を、でプレンティ中学をここで卒業と、例えば、ね、ABC 高等学校入学、 ABC 高等学校、中退で、これでですね、学歴。でですね、この下にあるプレビューっていうところを押すと、この今入力したものがパッと出てきますので、これで確認ができますということですね。で、あとも職歴も同じように打ってきます。例えば、まあ、これはちょっとね、調べ、自分で把握する必要がありますけど、僕の場合は、高校の卒業が平成21年3月なので、職歴を追加で平成21年の4月に株式会社青木ゴールディングス、まあ、これは自分でこの入社って選ぶこともできますし、これ指定なしにすると、これ別に自分で打っても、例えばですね、長い場合、ホールディングス、例えばマーケティングに所属とかってこう打てば、で、指定なし、指定なしにしておけば、
こうね、こういう風に職歴が載りますから、これは便利ですよね。で、あとは免許も、このリストから選択っていうのもすごい便利ですね。全部載ってますから、これが AT 限定とか。別にこれ自動自分でね、編集もできますので、で、まあ、取得とかって言って、あと志望動機はもうバーって言って、ここで自分で打ちますと。普通の履歴書に書いてある通りですね。こういうものを打って、まあ、プレビュー。見開きの2ページですね。はい、こんな感じで入ってますと。で、これをあとは印刷する、印刷へと、セブンイレブン、ローソンファミマ、まあ僕の場合例えばセブンイレブンの近くでこうやって売って、まあ、用紙は B4 でいいと思います。 A3 はね相当でかいので、でカラー写真がありますので、であとはアップロード押すと、でもうこれで今アップロード中ですね。アップロードが完了しました。予約番号で、これちょっと僕さっきね、以前のがこの一番上にあるのが今売ったやつですね。この予約番号をコンビニに行って入力するということですね。ちょっとコンビニに今から行ってみようと思います。で、この番号に変えてコンビニに向かいますと、というわけで行ってまいりましたね。完成がこちらですね。B4 でちゃんと写真もカラーコピーされてますね。ここにもうコピーなんで撮れる心配とかもありません。ということでかなりいいアプリなんじゃないでしょうか。まあ必要だなってなって買いに、セット10枚とかセットで買いに行っても多分250円とかするんですよね。まあもうちょっとするかもしれないですけど、そんぐらいするんで、だったら60円でフルカラーでこれ1枚コピーして、まず文字打ち直せばいいわけですから、コピーした方がいいんじゃないかなと僕は思います。今日はですね、ちょっとアプリレビューみたいになっちゃいましたけど、レジュメというアプリの紹介でした。ありがとうございます。ということでプレイティブログ本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。同時にこれはちょっと